次第ではめちゃくちゃ嫌なやつ、嫌なやつかもね。脳汁出ちゃいそう、脳汁出ちゃいそう、うん、やっぱいけないもの入ってる。そしたら1年目ごめんね。ちゃんと合わせてくれたんだよ、お子ちゃまとアナリティ。笑けるわ。いやー、来ました。うわー、すげー、おー、盛り上がっちゃってる、これカニがギチギチ。60店舗ぐらいあるらしいよ、この周り。あ、ここ、うん、いや、カニもすごいけど、カニ屋なのに鹿が顔出してるんだよ。ジビエ、コンセプト不思議だわ。でかっ、カニだ、カニ、カニ、やばっ。これカニですか？これタラバガニです。これがタラバ。持ってます？いいっすか？下の方持っていいですか？うわー、ひゃー、でかー、ハサミでかー。ちょっと、あ、動く動く、やめろお前。やめろ。カニー、このままかぶりついてやろうか、お前。すごいっすわ、これ、ありがとうございます、はい、というわけで、今回はこちらのおもひで食堂さんでランチを食べていきたいと思います。はい、おもポロー、おもポロ来ちゃいました。おもポロ来ましたね。じゃあ早速ね、注文の方をしていきたいと思うんですけど、早速注文じゃないんですよ。え、左側にいる方、はい、俺の中学校の同級生ですよ。マジで？コマチュー。コマチュー。中学の野球部で一緒で、そこ終わってからもう会ってない。15年ぶりぐらい。ちょっと俺と小松の思い出のにしよう。いや、もう記念にも。確かにね。ぜひね。確かセカンド守ってたような気がしたんだけど。セカンド？違いますね。サードです。狙ってたね。記憶が全く危ない。よくどうなってんだよ。お前はい、お待たせしました。おいすー、はい、うわ、すいません。ホタテでかっ。カニ、ふっと。ドライドーン、ドライドーン。カニでかっ。乗っちゃってんね、これ。こんなでけえカニ見たことねえ。いや、すげえうまそうじゃん。うわ、これ見て、バターのプールに。ちょっとたまらんな。ホタテが泳いじゃってるよ。これ、海鮮丼になります。うひょー、うわー、ちょっと待てよ、これ。うひょー。はい、第7世代の36歳チャラ男、全部言うな。今から最高のネオ食リポぶちかまします。ハードル上げんだ、ハードル。聞けよお前ら、音上げろ、動画の音上げろ。うまい、うん、まいわ。マジで甘い、甘い。プリプリのレベルが違う。ブリブリ、まるでグミ。言ってないですよ。兼近の方はね、うん、さっきその思い出、はいはいはい、なんか思い出作るとか言ってたから、はい、思い出丼。サーモンイクラの親子丼でいっちゃうよ。うまぴょー、出た、うまぴょー。見てこれ、北海道のバターすんごい美味しいからね、風味があってね、そのね、なんか残るのよ後に。そのだからホタテを食べて、ホタテのこのふわっとしたホタテの旨味の中に、この北海道のバターがしっかり合う。これがね、本当に美味しいんですよ。あれ、場外市場に他にも美味しいものがたくさんあるらしいんで、うん、俺の同級生コマチュがお待ちしております。コマチュいるよ。Here we go。すごいよ、マジで。だって本当に野球部の人としか俺ほぼ学校でつながりなかったから、ちょっと悪さばっかしてたからね。だから俺、むき出し読んだ後だからかもしれないけど、俺がなんか泣きそうだもん。これの小説読んだから。こうやって出会えたわけじゃん、また。まあね、俺ヤバかったもんね。いや、もうね、ヤバかったね。ちょっとヤバかったね。全然否定しないで。ごめんだけど、あんまりテレビで言えないぐらいね。なるほどね。迷惑かけてるから。いや、嬉しい。おすすめとかあるんですか、小町は。はい、いやー、じゃあちょっと焼き上がるまでの間、俺の思い出一つだけ教えてもらう？あ、そうだね。中学校の時のなんか俺の思い出とか、ちょっとかすかに残ってる。兼近の思い出、うん、思い出というよりも驚いたことは、中学校の野球部の大会、はい、優勝を決める大会で、兼近が自分たちが戦った中学生、任した相手にバットを借りに行って、そのバットで優勝したって。やばい、きそうじゃん。そうか。いや、そう。
で、よう急に振られてそれ出ましたね。もう結構でもそれだけ印象が深くて、あいつのバット使いてえなって言って、そう相手のベンチから借りて、借りて、それでさよなら、最初金しか使ってなかったのに、あ、なんだあのバットすげえみたいになって、使いようになってあれで優勝したっていう。すげえな、お前。そいつらの思いも背負ってみたいなこと。そうですね、なんかドラマチック的な感じだったね。捉え方次第ではめちゃくちゃ嫌なやつ。嫌なやつかもね。あ、すごいな、そんなことあるんだ。漫画じゃん、お前マジで主人公だな。俺主人公みたいな。じゃあこれね、これ海鮮丼になります。うひょー、うわー、うまぴょー出た、うまぴょー。うまぴょいいな。これマジか。なんかこいつが泳いでた時の記憶が頭の中にどんどん刷り込まれてくるわ。これが思い出丼なんだ。もうこいつが泳いでた海がもう頭の中に入ってきたわ。そういうことなんですか。うん、思い出丼だこれ。これどういうシステム？これ合ってます今の解釈。いやもうちょっと何言ってか分かんない。いや本当にこれとは変わんないと思う。中学の時から変わんないですよね。ちょっと変わんない。本当に変わんないです。本当変わんないですよね。あの子から、あの頃から俺ずっと変わんない。変なやつ一緒。あ、俺変なやつなの。食ってみよう俺も。リフトに乗って上まで行っちゃいましょう。 OK, here we go! Let's 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 go! 一人で行かせようとしてるけど、何ここから応援してるから。いやいやいや、高所恐怖症じゃないのよ。大丈夫だから。無理無理、あのこれ高いってことは坂だから、あれ人が乗っちゃいけないもんなの。大丈夫大丈夫。NG 事故見てないんすか。いやマジで俺高所ダメなんですよ。楽しいリフトにしてやるよ。吉本の NG は何も NG になってない。あのもし行けたら途中で止めちゃって。ダメダメダメ、マジだね。うわマジやだ。カモン、ホントにやだ。うわうわやっば。ありがとね、リアクションしてくれて。最悪だよ。助かるわ、俺そういうリアクション下手だからさ。おい、お前もやれやん。ありとあらゆるリアクションのテレビ出してもらえないからさ。助かるわ。ありがとう。ダメなんだ。わあ、早くなってない？見て、後ろ景色。うわー、最悪。めっちゃ綺麗。ご機嫌だね、この人。ご機嫌じゃねえわ。楽しそうですわ。これどうやって帰るの？これ乗って次、下り。下りやばくねえ。じゃあ飛ぼう。いやそれは無理。下り嫌だよね。それが一番無理。あ、止まった。うわ止まってない。大丈夫、びっくりした。よいしょ、ということで頂上に到着だ。札幌の街、はい、丸見えでございます。どうだ。ありがとうございます。俺のタワマンと同じぐらいの景色だ。いや鼻につくな。なんだお前。俺が住んでるタワマンみたいな景色。いや変わっちゃったな。応援したくねえわそんなやつ。最高。いや最高最高だね、ビューがね。震えちゃってん、大丈夫か。いや大丈夫大丈夫大丈夫か。おい大丈夫やめろ。嫌いになっちゃうからやめろ。震えてん、嫌いになっちゃう。お前のことが大丈夫か。お前自身が嫌いになっちゃう。心配してるだけだから。本当に人前で人を殺めてしまうかもしれない。心配してるだけだよ、ね、怖い。はい、ということで、はい、ここからね、うん、世界的に見ても大都市から車で30分かからないジャンプ台は珍しいみたいです。そうね、うん、30分でこんな景色を、うん、ご覧になられちゃうということで、うん、ぜひぜひ、皆さんも見に来てほしいと思いますね。よし、はい、じゃあ降りよう。まだね。なんでだよ。楽しもうや、もっと楽しむ。あはやばいやばいやばいよ、お前これ。おい綺麗だな。最高ですね。最高だよな。最高です。ここに墓建てます。ね、札幌の主要都市も見えますから、ここ来たら正直全部制覇したと言っても過言ではないよね。過言か？過言だね。もう一刻も早く締めたい。はい、そうですか。感想言って。はい、いや本当にビューが綺麗で、全てを見渡せる最高のところでした。はい、帰ります。ということで気持ちよさ、K 点突破、出発。Here we go。思いが溢れてる。うわ最悪だ。お願いします。白い線、これ体重制限とかありますよね。大丈夫です。大丈夫です。
今一応98キロなんですけど大丈夫です大丈夫です大丈夫です大丈夫大丈夫大丈夫これと同じ重さですけど大丈夫大丈夫これこれ人と俺同じ重さ不安だな中でお待ちくださいはい今上からよろしくお願いしますはいよいしょいや怖いめっちゃ怖いイエーイめっちゃ怖いうわーちょっとあんまり揺らさないで本当に揺らしてないそのブーツの揺れでああ変なこと言ってるリフトが揺れるとイカゲームみたいだうわーこんにちは後ろやばいうるせえガキだな後ろやばいいや欧米かいや欧米ボケしてねえわ俺なんで高俊さんの方でやってんだよいや欧米かお前これ怖いって欧米なこと言ってねえんだよ俺なんだこいつうわあっちも怖いいやそれは北米かいや北米ボケしてねえからいやせんべいかいやべったべたな薄い発言ばっかし畳みかけてねえのよ俺うわやっばあこえ綺麗だね綺麗じゃねえだろう綺麗な景色の中に少し汚めな凛太郎のアップをめちゃくちゃ綺麗だろ俺一番綺麗だこれでこの距離で毛穴ないんだぞお前いやいや丸見えよ粉塗ってる粉はいつも塗ってるよ粉塗ってるでも北海道、はい、めちゃくちゃ化粧のノリ良くなったマジっすか、うん、多分気温とかいろいろな水とか粉なし兼近の肌もアップで出しとこうああもうクマが北海道すごい出るからねクマ、うん、合ってねえじゃないかお前地元が体に合ってねえじゃないかクマがすごい出るんだだってあれよ豊平川まで降りてきたりすんだよいやわかんねえクマの話もしかしていやダジャレか言ってねえだおい俺言ってねえんだよさっきからあーいやご機嫌だねやばいやばいやばい今日はジンギスカンヒゲの牛さんに来ましたよいしょ一応出していきますかえはいヒゲのワニがヒゲの牛に来ましたヒゲのワニじゃねえわ100日後に死んだろかお前100日後に死ぬうわこちらラムカタロースと、はいはいはい、プレミアムラムですうわきたうちは一応人気の赤身と脂のバランスが一番いい肩ロースと、はい、あとグレインフェットラムっていうプレミアムラムヒゲの牛じゃないですか、はい、なんでジンギスカン屋さんなんですか昔、はい、羊のことをヒゲの生えた牛だってあなるほどそうなんだって言われてたんだちゃんと論破されちゃったなちょっと攻めてやろうと思ったんだけど肩ロー肩で肩ローこいつのうまさを語り明かそうさあ肩ロースで肩ロうわもうめっちゃいい匂いしてる一人ほどもミディアムレアで召し上がる。マジっすか。少し赤くても召し上がる。さあ来るよ。芸歴13年目。イグジット凛太郎の面白食リポ。サザン、ネネ、エチエチ入ります。めちゃくちゃやりづらい。いやでも、うん、脂と赤身のバランスが絶妙本当に、うん。失礼します。おお。もう口の中噛む前からうまみがどんどん来るね違ったらごめんなさいなんだけど俺チンギスハンの生まれ変わりかもしれない関係ないですねチンギスカンとは関係ないですプレミアムうわこれはこれでどう違うんですか説明してください油の甘みがプレミアムの方が多分甘いですし柔らかいんですよね穀物食べてるんで柔らかくなりますし欧米か本当に欧米ボケしてないですよ欧米か本当にこっちもミディアムレアで大丈夫ですそうですねはいそれぐらいで大丈夫ですはい口に距離詰めてストレートガツンどう味の方どうめちゃくちゃうまいうまいねうまいよね、うん、やばいうまいよねスーパーデリシャス出ました凛太郎さんのスーパーデリシャス欧米か欲しかったいや出ましたじゃないここ俺のじゃないからごめんここお
欧米か。違う、味とか全部に対して欧米かと思って違うでしょ、壮大だなみたいな。うまいべやわ。うまいっしょや。ここはもうぜひ立ち寄ってほしいところですね。ね、はい、というわけでぜひ皆さんも札幌のディナージンギスさん食べちゃってください。 OK、 しっかり見に行ってさ、やんのこう DJ コー、 Easy to dance、 クレイジーゴナクレイジーポポ、クレイジーゴナクレイジーHere we go! 欧米か、もしかしたら出ましたじゃない、これ俺のじゃないからここ言ってたからさ、ここで言うの欧米か。全然欧米かの時言ってない。あ、欧米か分かんなくて、使いどころが。マジで今までの欧米かは何だったの俺の。ただ、誰か何かを言ったタイミングで欧米かって言ってるだけだ。今なのね、欧米かしないか。ごめん、今度から言っといて、うん、欧米言う前に多分今欧米のこと言うよって言って、うん、そしたら俺準備するから、うんうん、そしたら言って1年目ごめんね、わかんないから。札幌 NSC じゃないよね。すいません、失礼しました。ごめんなさい。いやー、美味しいんだなバカだな、うん、何を見てるの、ん、何見てたんですか今の。俺の美味しいんだながどこに飛んでいったのかなと不思議すぎる。とっぴなボケしてる。すいませんね、俺らだけこんな美味しいもん食べてね、うん、みんな外で見てるんですよ。確かに10人ぐらいの人々がそこで見てる、俺が食うところ。どうすんだよ、うん、うん、あ、やばい、うん、これ順番こに食べてたらいいよ。あ、そう、うん、結構その脂身がすごく美味しい、うんうん、出るものと、うん、ちょっとしっかりした肉の味がするみたいな方を、うん、交互に食べていくのが、うん、香りはこっちの方がいいかも、ロースの方が。あ、ロースの方が、うん、肉しさはロースの方がやっぱあるけどね、うん、うん、でも脂身とこういい感じのイマジネーション感じるな、プレミアムの方かなって感じ。イマジネーションって欧米か。あ、自ら自ら欧米か。また間違えた多分だけどね。あんま間に言われても。今回は札幌で人気爆発中の3代目月見軒札幌駅北口店に来ちゃいましょう。3代目ジェイソル月見軒、イエーイ、ありがとうございます。ね、こうお酒を飲んだ後は、うん、ラーメンで締めたいということで、っていうか最初ラーメン、お酒、うん、ラーメンでもいいですしね。あ、確かに、うん、どんな状態でも常にラーメンかけて寝てもいいですしね、ね、ラーメンかけて寝る。きた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 、ありがとうございます。めちゃくちゃ早い、ありがとうございます。何このスピード感。あれ、あれ、僕はチャーハンだけ。うん、なぜチャーハンだけなんですか。うちはですね、味噌の次に、あの、うん、醤油も塩もあるんですけど、はい、2番人気がチャーハンなんです。マジっすか。あの、今で毎日5升から6升5升から6升チャーハンに出ていきます。はい、うわー、麺がいいね、これこだわってますね。麺の良さお願いします。麺の良さ、かわいいお口。いや、口の良さじゃないんで。お口の良さ、麺のこだわりを聞いてる。僕の顔面の話してないんで。お願いしますよ。これマジでザ王道味噌だな。うますぎ。うちの麺はね、普通の麺と違って、うん、あの熟成麺かけております。麺屋さんにお願いして今日でちょうど1週間の麺で寝かせてコシのある麺にしております。綺麗ですね、チャーハンが。なんか見たことない、ね、芸術品みたいなチャーハン。あら、上手にいきます。うん、いかがでしょうか。あー、うまこれやばい。うちは全部あのフクリンコ使ってます。フクリンコ、はい、北海道の有名なフクリンコなんですけど、うん、ちょっと待って、いや、このチャーハンかなり美味しかったっすけど、さすがにちょっと食わしてくれよ。いや、でも姉さんも忙しいんだよ。大丈夫でございます。あったあった、用意してあります。すいません、ありがとうございます。ありました。いいんですか、いじめなかっただけ。あ、じゃあで、このいけず。最初にね、軽く上澄み吸っても多分いいと思う。マジ、うん、まず麺楽しんで、スープ楽しんで、うわ
食材の深み、うまみ、つらみ、うらみ全部吸い込んでもらってこれすごいコクエグ、はい、あんまりフーフーしすぎるとあのもったいないからね、スープが冷めて下に落ちちゃう、なるべくついてる状態で吸っていただく、おいしいんだよ、そう、おいしい、うん、これうまいな、まあ、この王道味噌ラーメンぶん殴られた感じありますね、まあね、あ、いますよね、ちょっとぜひ皆さんも締めにラーメン食べてみてください、 OK、うん、それじゃあラーメンすすって、うん、はい、覚醒からの痙攣、あー、ようちゃん出た知らないだろHere we go! うまうな、俺の鼻歌奪うな、ラーメン待ち時間で俺の鼻歌奪うな、しかもちょっと音外してんだ、鼻歌音外し、うわ、ノーバディノーズさん来てるよ、エンジョイ、音楽はなり続ける、 It's joy、 すすりたい麺の鼓動、イエーアンコール当たる、アンコール当たる、アンアンアン、やりだ、今ラーメンラーメンより飛び越し、じゃあ進みましょう、はい、フクリンゴ、はい、あの北海道の有名なフクリンゴなんですけど、はいはい、100% フクリンゴです、あの契約農家があるんで、はい、そこに取りに流るままで取りに行って、はい、で作ってます、ごめんなさい、フクリンゴとは何でしょう何のツッコミなんですか米の銘柄でしょってね、そう、あ、米の銘柄、すいません、なんか良くないものぶち込んでるの、北海道のそうでしょ、ね、いやでもなんかフックリンコいっぱい使っててって言うとその危ないものなのかなと思って、さすがねこれはうまいわ、米フックリンコうまい、うん、え、この味付けすごいっすね、マジ一応調合しております、はい、内緒なんですけど、あ、やっぱり、はい、秘伝のものが完全に入ってる、脳汁出ちゃいそう、脳汁出ちゃいそう、やっぱいけないもの入ってるフックリンコってなんかその言い方変えてるやつだやばい、あ、通称フックリンコ、通称フックリンコ、やばい粉じゃないですか怖い怖いなんか想像がフックリンコみたいな、大浅で取れたなんか、いやいや危なそうな葉っぱを入れてるみたいな、なんなんだいや素敵すぎるだろおい。いや突っ込んでる。なんだこの景色おい。夜景に突っ込んでる。すごいぞこれ。カップルだったら恋に落ちるやつだよね。落ちた後に来てもいいしね。これ凛太郎さんよりちょっと綺麗なぐらいの景色よ。あ、そう。俺これちょっと下。凛太郎さんがちょっと下、うん、この景色より。だとしたら誇らしいぞ。あ、そう。こちらはですね、はい、JR タワーホテル日光の35階のスカイジェイ。この景色もごちそうだね、ごちそうさま、あれ残業してる光じゃない、うん、失礼いたします、なんだ、チャズラ、シャレすぎだべや、こちらのホテルオリジナルカクテル、え、フューチャーライン、おわー、ここは新幹線をイメージしてるカクテルでございます、ナイスなパンチラインじゃん、こちらのユーカリを使ったラインですね、ありがとうございます、こちらとご一緒にお楽しみください、来た、え、クマちゃん、クマちゃん、見えてらんないね、というこちらメロンをイメージして赤、北海道の赤肉メロンをイメージしたカクテルでございます、こちらがウォーターメロンのシロップとグレープフルーツジュース、オレンジジュースを使ったところのカクテルでございます、はい、でこちらの当ホテルのマスコットキャラシエル君ですので、よろしければ一緒に連れて帰ってやってください、シエルたん、入ってたな、30歳のこれ見てらんないですねケビーカボーイ、俺はその前にさ、こういう楽しみ方もあるんだなって感動してる、飲んでください、はいタリオースあ、結構ガツンとくる、一気してる、最悪カクテル一気してる、最悪なんだけどうまい、飲ませたくねちなみにですね、はいはいはい、このホテルは、はい、天然温泉のスパもありまして、好きですよね、たまらんでしょ、はい、そこからの夜景も
これ見えてます。あ、この夜景、あ、こう整い捨てこうなれるんだ。そう、整い捨てサウナ出た後にね座ってるやつね。ここでこう整いながらこの夜景見れるんだ。見れます。うわ、最高じゃん。ここがオイラのベストプレイスでやんす。そんな感じじゃないでしょ、シエル君は。いやでも素敵なね、夜景も見れて、そのおしゃれなカクテル。確かに。ここはその女性連れてきてもいいかもしれないけど、はい、もうダチと来てもね、このおしゃれ感ですげえ盛り上がれたりするから。温泉もあって、夜景もあって、もうそんなのが楽しめるホテルがいっぱいあるんで、うん、やっぱ街中エリアに泊まっちゃう方がいいよね。最高ですね。ここでみんなでコンパしよう。コンパすんのかい。今日は札幌のいろいろなスポットを回りましたね。いやもうバイブス糸上がりけりですよ、この向こうの人たちが。見てくれてる人たちが、うん、なるほど。というわけで皆さんもですね、札幌を目指して札幌スタンプラリーに参加してほしいと思います。はい、我々が選んだお土産がなんと当たってしまいます。お土産動画もちゃんとルーキングフェスティバルしないと真の札幌とは言えませんぞ。トンポン、 Here we go!いないよ。めちゃくちゃ美味しい。その15回でこのね、3種類の果物、うん、全部ちょうどよく混ざり合ってる。3種類の果物入ってるの？多分味覚ではそう感じた。マジ？メロンの感じとグレープフルーツの感じが効いてきて、うん、その後にちょっとオレンジっぽいすっきりとした、合ってんのかな。めちゃくちゃ合ってた。マジ？スイカとか言ってなかった？ですね、スイカ、はい、メロンは入ってない。でもさ、この町の日ってさ、いや無理よ、彼氏本当に綺麗だよね。そこ使わなきゃ無理よ。うーん、次のカットでジュースなくなってるから。編集点作ってくけどさ。めちゃくちゃ美味しいよ、とにかく。結構ガツンってきますね。それどう？結構ガツ、大人の味わい。ガツンって何の味ですか？お酒なんだけど、ガツン。お酒なの？お酒ですよ。はい。え？これだからちゃんと合わせてくれたんで、お子ちゃまとアダルト。笑けるわ。アルコールをまだアダルトだと思ってんだ。笑けるわ。まだそこ。まだそこでしたわ。なんだ。そりゃたどり着かねえよ、俺のとこまで。この夜景見て何の風情も浮かばなかったってことだもん。いやいや、一気してる方がやばいって。来ましたよ。ここがたぬき工事ですね。これが工事、たぬき工事、加藤工事。先輩、元気してますか？今は離れてしまいましたが。はい、さあさあ、そしてですね、こちらのたぬき屋さん、はい、札幌オースタンプラリー参加者へのプレゼント、俺ら EXIT が選んでいきたいと思います。え、いいの？選んでいいっす。あそこの面白い恋人から買う？あ、ない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 、やめろ。ナイーブなとこ触るな。おいおいおい、面白い恋人買おうや。やっと和解したんだから。うん、あ、こういうファイターズグッズね。きた、嬉しすぎや、ケンシすごい。スギノール買っとく？スギノール、これでいくわ。視聴者のプレゼントで野球選手個人のやつあげる人あんまいないからね。視聴者プレゼントで選手個人の。めずまあ、マブダチだから。まあね、うん、嬉しすぎや剣士でしょ、これもらったら。我らの嬉しすぎや剣士を、はい、いろいろ外にいますわ。味方がいますわ。 あ、こんにちは。あ、すごいね、広々としてて。あ、いいね、これ。あ、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 おー、 It's beautiful。 おー、欧米か、合ってる。ありがとうございます。雑に使ってるから、今日ライバルだからさ。欧米か、めちゃくちゃこっちで使って、新鮮味なくしてやろうと思って。あ、ガチャとかにする？ガチャってどういうこと？ガチャでさ、こっちで回すってこと？あ、でも北海道ミニチュア。マジ？うん、じゃあ一番絶望しそうなこれでいく？クマ&キツネマスコットガチャ。これ多分これ一番俺絶望すると思うんだよね。こういうポップすらないもんね。もう、うん、ちゃんと手書きでこれ。写真ないから。とんでもないことになります。いでよ、クマ&キツネマスコットガチャ。イエーイ。
でこれあれでしょ、カネチが自分が欲しくてやったやつでしょ。これ今回のプレゼント関係ないよね。これあの今回のプレゼントです。嘘でしょ。嘘でしょ。胸にあのペンダントはつけてるクマなんで。哀愁あるねこの体の形見て、ここめっちゃ細いのに横めっちゃ太いんだから。バランスどうなってんの。というわけで今日僕たちが選んだプレゼントですが、札幌スタンプラリーに参加してくれた方の中から抽選でプレゼントしたいと思います。はい、詳しくは札幌のホームページをチェック、ヨルタのフォーエバーです。はい、我々が選んだプレゼントは、こちらのつぶれガチャクマと水源キーホルダーでーす。お願いします。バンバン応募しねー。Here we go! 新鮮味なくしてやろうと思って。欧米感めちゃくちゃ使おうぜ。その欧米感の介護感嫌だと思うよ。こっち弱いからさ。向こう見なくてもこっちでも欧米感見れちゃうんだっていう。二度お得。あっちのを見たときにもうちょっと飽きてる感じでしたけど、ね、そうえ欧米化やってますやん。これイグジットもじゃん。パクってるけどな。なりますけど、うん、結構あグリズリーいますよ。グリズリーグリズリーだ。違う、ヒグマじゃないですかこれ。でも結構なお値段しますね。おグリズリーにフォックスいて、うん、いい感じだね。38万ですよ。うん、欧米化ゆえや。あ、欧米化を使ってくるんですね。グリズリーにフォックスって言ったらもう欧米化だろ。あとの英語もう知らねえよ俺。そんな語彙力ねえよ俺英語に。なっちゃうね。ちょっともう一回閉じとくね。はい、ということでこれ視聴者にプレゼントさせていただきますんで。リンダルさんはあと800円あるんで。ああそうか、うん、俺じゃあ杉谷にしよう。杉谷くん、あれオカリナもある。ほんとだ、オカリナだ。オカリナもいいよね。オカリナじゃん。オカリナ780円です。いけるよ。いけるわね。予算内で全然いけるよ。クマのネイル、どういうこと。クマのネイルだろ。これはこれはあ、いいじゃん。なんか、あれこの時代がちょっと原宿あたりで見た感じ。なんか俺これこのロゴの前で並んでる人たち見たことあるんだけど。あれこれはこれ札幌ドームですか。これ札幌ドームですよね。札幌ドームだね。札幌ドームじゃないこれ。大丈夫かな。まるで札幌ドームみたいですけど。ありかもねこれ。うーん、喜ぶよ。おばあちゃんとかにあげたらわかんないから。逆にかっこいいおばあちゃんだよ、ね、いいのこれ、サポロンのもらって。ケンシ君にしよう俺。ケンシ決定。うん、いい、いいよ全然。大丈夫ですか。はい大丈夫です。お君がそれでいいならね、僕はこれでいい。チャンネル登録しくよ、よろたろう。お後がひょいがう。あー、いや、ご機嫌だね。やばいやばいやばい、すごい人が手振ってる。あー、どうも。最悪だ。ご機嫌だね。あー、もう着くよ。怖え。ちゃんと降りなきゃ、あのまた降りになっちゃうから。うまく降りるのこっちの技術がいんの。そう、こっちの技術。待ってよ、おーい。やめろや。止めてくれ。はい、手すり上げて、はい、ここで、あ、ここでね。はい、どうぞ。よっしゃー。地上に来たらこっちのもんだよ。地上って、ずっと地上だけど。